両者同じキャラクター、お互い戦略にどんな差が出るか注目です。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。非常に興味深い試合、見届けさせてもらうぞ。さあラウンドはまだ始まったばかり。さあ張り切っていってもらいたいね。どうだろう。ここで弾を打ちます。飛び道具はリスクがある分、うまく使えば強力な地上技になります。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。飛び道具で対応を迫ります。投げていきます。お互い行く気はありません。攻撃の手を緩めません。プレイヤー2、少ないドライブゲージをどうしていくか。体力差はじゃ、体力もゲージも見えていました。状況判断が素晴らしい。勝負あったね。プレイヤー2、ここは見事ラウンドを取ってきました。いやいいね、いい感じだと思う。次のラウンドはどんなドラマが生まれるのか見ていきましょう。さあ飛び道具を見せて。ここは読み勝ちました。ドライブを読んでパリーを合わせていました。そうか、試合は始まったばかりです。どこから仕掛けていくでしょうか。いやーこのラウンドはどうなるんだろう。さあお互い攻めっ気たっぷりの様子。ドライブインパクトは警戒済みか。今のよく守ったね。ここからの押し引きが重要。次はどう出る。中足ラッシュで前に出る。一気に前を詰める。相手のリズムを乱すか。上から。さあ体力差はありません。ここから。さあ互いの狙いは見えているか。ここでバーンを落としました。まだ諦めるな。ここはゲージを使って確実に倒しきる判断か。素晴らしい選択でした。これにて試合終了。この一戦振り返ってみていかがですか。では戦いってみましょう。始めようか。今回生き贄となるのはどちらだ。さあファーストラウンド始まりました。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみであるな。チャージして体勢を作ります。弾で一息つくか。遠距離でも息つく暇は与えません。ターゲットコンボでまとまったダメージを取っていきます。どうだろう。どう出る。プレイヤー2、相手を壁に押し付けていきます。ここからが大事だ。さあここだ。打撃はさばきつつどうするか。この距離うまくプレッシャーをかけつつも体力差はついています。試合は後半。これはどっちだ。おお、受けよう。勝負あったね。プレイヤー1、ここは見事ラウンドを取っていきました。全く素晴らしいね。見事に決めていった。試合も盛り上がってきました。さて次はどうなるか。サイクロンを当てて展開を作っていく。ハリーを見せる。ジャストバリーも決まって幸先は良さそうだ。試合は序盤、立ち回りはどうなるか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。さあ逃げ場がなくなりました。どう仕掛けるか。さあもっとやり合うのだ。両者 SA ゲージがある状況、油断はできない危険な状態です。プレイヤー1、バーンアウト目前。さあ近距離での攻め合いが続いていますが、もっと我が輩を楽しませるのだ。難しい。ラッシュしてドライブゲージがなくなった。 KO！ 見事。これで次が最終ラウンド。勝利を手にするのはどちらだ。我が輩もこの日は目が釘付けになっているぞ。さあファイナルラウンドが始まります。勝利を手にするのはどちらだ。全身全霊で戦うがよい。投げ抜け成功。さあ画面端、どう攻めるか。もっと我が輩を満足させてみろ。SA は溜まっている。両者準備は万全か。飛び道具で追い詰めていく。いいぞ。受け止めながら何分からせに行くか。あっぱれ、やるではないか。ドライブラッシュ、反力が。ここは SA 発動。しっかり狙っていました。よくやった。
ッチャー、これが見たかったのだ。あっという間の一戦でした。今の戦いどんな風に映りましたか？2人とも両者気合は十分か。この試合見ていきましょう。今回生贄となるのはどちらだ？さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。諸君、健闘を祈る。打撃はさばきつつどうするか。壁に押し込んで有利を作ります。ここからが大事だな。そうです。プレイヤー2、体力はリードしています。このまま行くか。さあ差し合いの距離どう動くか。プレイヤー2、ドライブゲージがこのままなくなると状況が苦しくなります。壁からは逃さず対応を迫り続けています。投げに成功。ここから、いやー見事、気持ちよく決まったね。ドロップダックは打ち落として、ここはどう出るか。 KO。 ああ決まったね。さあいい形でラウンドを取っていきました。まったく素晴らしいね。見事に決めていった。試合も盛り上がってきました。さて次はどうなるか。ここまでの動きから両者の動きは変わるか。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。さあ序盤の立ち上がり、どちらが動くか。頑張っていってもらいたいよね。追い詰めている状況、ターニングポイントになるか。 SA 発動から、これはゲージを使いましたが通りませんでした。今のは見えていたんだろうね。さあトルバラン、プレイヤーは体力的には優勢です。良い状況ではあるね。トルバランにフェイクを混ぜつつ揺さぶります。プレイヤー2、バーンアウト目前。この地上の前線、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。両者どう出るか。ここから、ここは攻めたいところ。だがしかし、それは相手も同じか。ダメージはほぼ互角。ここから差は開くか。どう崩していくか。お互い様子見が続きます。さあここからの動き、もっと我が輩を楽しませるのだ。それはドライブから、あと少しだ。間合いを大きく取っている。冷静です。発表勝負あり、 KO になりました。良いとどめだ。これで次が最終ラウンド。勝利を手にするのはどちらだ。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。トルバランにフェイクを混ぜつつ揺さぶります。トリグラフで牽制。この序盤、主導権を取るのはどちらか。これは危険な香りがするな。何？これはジャストパリー。ドライブラッシュから一気に間合いを詰める。相手のリズムを乱すか。プレイヤー1、先に体力をリードしていった。どうした、もっとやり合うのだ。さあ両者に SA ゲージがある。緊迫した展開が続く。インパクトでこじ開けた。ここで SA を使っていった。いざ、その調子だ。これは届くか。押し切れるかどうか。 KO。 やるではないか。あっという間の一戦でした。今の戦いどんな風に映りましたか？素晴らしい。さあそれでは参りましょう。一体どんな戦いになるのか注目です。この戦い楽しみにしていたぞ。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。諸君、健闘を祈る。下段は通りません。ここはパリ、相手の攻撃をパリで取ってドライブゲージを稼いでいきます。さあ壁を背負わせて圧をかけていきます。ここからが大事だな。プレイヤー2、マーンアウト状態となっています。この資産状況どう攻めるか。危ないぞ、気をつけろ。壁からは逃さず対応を迫り続けています。勝負はここからが。おお、そうきたか。ジャストパリー、反撃のチャンスになりました。さあダブルラリアットから、さあ KO、決まりました。いいね、とどめまでしっかり。さあこのラウンドはいかがでしたか？危機迫るその戦いと、見事だ。確かに。さあ次のラウンドも見ていきましょう。さあラウンド開始です。仕掛けるのはどちらか。もっともっと我が輩を楽しませるがよい。投げに成功。ここから、今の投げは良いフォームだったね。プレイヤー1、若干体力でリード。差はついたようだが、まだまだこれからだ。次はどう出る。
さあ近距離での攻め合いが続いていますが、なんとここで SA どうだ、おっとこれは通りません。いやーよくガードした。壁に追い詰めてここでバーンアウト。まだ諦めるな。SA が直撃、この一撃で押し込んでいく。圧倒的な実力差を見せつけました。実力の底が計り知れません。